っき打ち合わせでお腹鳴ってるのって言われてました、ね、はい、聞こえてました、聞こえました、そんなにそんなの知らなくて、そう、めっちゃ鳴ってた、後ろのマネージャーさんいたからマネージャーさんの音がずっと鳴ってると思って、ちょっと打ち合わせ中ずっと鳴ってるなと思いながら集中できなくなってきて、わかります、私も授業中になるのよくあってすごいフォローされてる、恥ずかしい、授業中ずっと鳴ってたから調べたらなんかここをずっと押すとお腹鳴らないらしい、ここ、私もこれ聞いた、ここ、そういうのなのこれ、ここ、ここだからずっと押して押してるとならないらしいですよ、ここなんだ、ちょっとさっき知りたかっただから早く誰か教えたいと思って